現役最晩年の19代伊之助19代、四季森伊之助は、大相撲の立行事である。茨城県中郡勝田村出身。本名、高橋金太郎。幼少期は、茨城県水戸市に住む。小さい頃から相撲好きで、居住地の近くに住む相撲好きの若しや長年堂の二代目、稲葉角之助に可愛がれ、角之助の援助により、都内の相撲部屋に訪問。 相撲部屋に訪れた際に、相撲部屋から、体が小さいから、相撲取りは無理。でも、行事でどうかと言われ相撲取りは、断念したが、角之助の援助も受けながらそのまま行事の修行に入る。1900年5月場所で、初土俵。峰崎部屋、友綱部屋、立浪部屋と所属が変わっている。17代、木村正之助の弟子で、初土俵時の行事名は、木村金吾。 その後、三代木村玉次郎、八代木村正三郎を襲名している。病気療養中に生やしたという白く長い顎げが、トレードマークで、げのイノス助としても親しまれ、久保田万太郎は、初場所やかのイノス助の白きげと呼んだ。また、勘高い声で土俵をさばいたことから、カナリア行事との異名を取った。1959年11月場所で、引退の際、 土俵上で花束を受け取り、土俵を去った。この場所は所属する立浪部屋の新大関で、自らスカウトした若羽黒が初優勝した場所で、優勝を決めた一番の勝ち名乗りを井之助が挙げ、震える手で若羽黒に検賞を授け感動を呼んだ。現役年齢では72歳まで務め、歴代立行事の最高齢記録であるのため、以後この記録は破られない。辞めていく井之助のために、 博多人形師の小島よ一が一尺台の猪助人形を作り、猪助に送った。福岡にある真神社に猪助の白い髭を奉納したのも、また話題の一つになった。引退披露工業が倉前国技館で行われたのは1960年1月30日だった。1966年12月14日に逝去。自らの満80歳の誕生日の前日であった。 引退直前の1958年9月場所初日、前頭7枚目北の洋横綱、土地二式戦で、北の洋が諸差しで土俵際まで寄り詰めたところ、土地式が突き落として同時に倒れた。之助は土地式に軍配をあげたが、物言いがつき、検査役の判定で、北の洋の勝ちと決した。だが、之助は土俵を叩いて、 北のような右肘が早く落ちたんだと十数分も抗議を続けたため出場停止処分を受けた。之助は行事部屋に引き上げてからも土地関の方が遅く落ちた。私は自分の意向に沿わぬうちわはあげたくねえと涙を流して訴えたという。各新聞社が撮った写真によると確かに北のような右肘の方が早く落ちており、之助涙の抗議として世間の同情を集めた。 しかし、名行事である一方、名行事としても有名で、初の評判もない頃の女の口にの里子氏の川線で、天がると腰掛けと間違えて叫んでしまい周囲を慌てさせたのをはじめとして、小座風呂時代に、歌舞伎座の七代目、坂東三五郎を訪ねた時にもらった継ぎ足で背を、高く見せようと旅を上げ底にした挙句、俵に引っかかって土評価まで転落してしまった。 また土俵上で力士の名前を忘れてしまい、お前さんでございと勝ち名乗りを上げたり、三役格時代にも、鏡里玉の海戦で、鏡里が勝ったのに、玉の海、と言ってしまいとっさに、に、勝ったる鏡里と言って誤まかしたというエピソードがある。それ以外にも1五十八年一月場所三日目、横綱鏡里と、前頭五枚目、島錦が右四つになった時伊之助は、 島錦の下がりを抜こうとしたが、軍配の下げ音が下がりに絡みつき、もぎ取られる格好で軍配が、両力士の腹の間に挟まってしまい大慌て、館内は大爆笑。ある年の九州場所、通用門から出勤しようとしたところ若い警備員に、観客と勘違いされ、注意されたのに対して、世は四季森の助であるぞと返したという。相撲界で、世という言葉を使う人は珍しく。 ここからも、彼のキャラクターが伺える。定年制の導入もあってか、行事の最高峰、木村章之助を襲名できなかったが、未亡人の雑誌インタビューによると、髭の猪之助で有名になった人だったから最後まで、猪之助で終わったのが良かったと関わりは見せなかったという。弟子に27代章之助、10代与太う、31代章之助がいる。ありがとうございます。